メインエントランストラム乗り場プラットフォームデンハーグ中央駅はオランダのハーグにあるオランダ鉄道の駅。7面12線の東端式ホームを持つ。その他に路面電車とロッテルダム電鉄が運営するメトロが乗り入れている。デンハーグ中央駅は1973年、それまでこの場所にあったデンハーグ国鉄駅に代わる中央駅として開業した。 2016年には、ガラス製の屋根を持つ新しい駅舎が完成した。ハーグ市内の主要駅としては、他に、デンハーグ HS 駅がある。アムステルダム方面から、ロッテルダム方面に直通する列車は当駅を経由せず、デンハーグ HS 駅に停車する。ライデン中央駅、スキポール空港駅、アムステルダム南駅、ズボレ方面ライデン中央駅。 ハールレム方面ロッテルダム中央駅、ブレダ方面ゴーダ・ユトレヒト中央駅方面2カ所の乗り場を持つ。2階のホームからは、2、3、4、6の4つの系統が発着する。3、4系統は、ランドスタッド鉄道の一部として運営されている。地上の乗り場は、駅舎の南西側にあり、9、15、16、17の4つの系統が発着する。 デンハーグ中央駅ロッテルダム中央駅スリンジ駅以前はエラスムス線と呼ばれていた路線で2011年にロッテルダム地下鉄のスリンジ駅まで延長された。ありがとうございます。